世界一おめでとうございます。ありがとうございます。あの申し訳ないんですけども、あれを見せてもらってもいいですかね。ヌートバー選手から始まり、大谷選手が真似をして日本中側のパフォーマンスに魅了された、あれをお願いいたします。あ、いざこういう場所でやるとなるとちょっと照れくさいというか恥ずかしいですけど、じゃあ1回だけ、はい、ブラボー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 。あのすいません、それあのサッカーワールドカップの長友さんですよね。ちょっと一回行ってみたかったんです。あ、そうですか。あ、でもあっちの方をお願いいたします。これ。あ、そうですね。はい、それです。はい、じゃあ一回だけ。あ、はい。あの言いづらいんですけども、あの大谷さん、それはラグビーの五郎丸さんですよね。あ、ちょっと古かったですか。あ、大丈夫です。まあどうしてもあの今回あのペッパーミルやっていただけないようです。まあさすがにねこれ以上無理強いはさせられません。改めましておめでとうございます。ありがとうございます。あ、やるんですね。あ、なるほど。出ましたペッパーミル、いっぱい擦れてますね。あの一郎さんを有して世界一となった2009年以来14年ぶりの優勝、今のお気持ちをお聞かせください。そうですね。あ、大丈夫です。あ、大丈夫。あ、故障、ペッパーミルも大丈夫ですから。はい、まあ、とにかく、はい、勝つことだけを考えて、最高のチームメイト、そして栗山監督、コーチ陣、通訳の一平さん、であとはとにかく応援してくれた全ての皆さんに感謝の気持ちがありまして、まあ、その気持ちだけで大会を過ごしました。まあ最後のビールかけは、まあ今回はビールかけよりどっちかというと胡椒かけの方が良かったですね。あ、なるほど。あのビールかけって意外とあの冷たくて風邪ひいちゃうんです。あ、なんで僕としては胡椒かけで、あのまあ胡椒だったらくしゃみが出るぐらいなんで、あのまあ花粉症の人の気持ちも分かっていいかなと思ってやってました。あ、なるほど。ありがとうございます。まあそしてあの二刀流としての WBC 出場、世界の大谷翔平をさらに名実ともに証明することができたと思いますが、いかがだったでしょうか。二刀流ということについては僕はあんまり特に何も考えてなくて、はい、というのも今回チェコと戦った時にチェコの選手たちはあの自国にプロリーグがないんですね、はい、ですので彼らは普段仕事して例えば歯医者さんだったり、うん、金融トレーダーとか、うん、学校の先生とか、うん、消防士さんとか仕事しながらああやって野球やる、まあ、僕の二刀流というより彼らこそが本当の真の二刀流プレイヤーだなと思いました。はい、なんで僕なんてただピッチャーやってバッターやって、走ってもう好きな野球やってるだけなんで、まあ、僕の二刀流なんか大したことないですし、そもそも仕事しながら野球するって日本で言ったらもうただの草野球やってるおじさんたちですよね。そういう意味でその草野球のおじさんたちがあの佐々木朗希投手の160キロ超えのボールを平気でバットに当ててツーベースも打ってました、はい、まあ、そういった意味でチェコの選手たちは世界一のアマチュアの野球選手かなと思いました。素晴らしいチームでした。あ、なるほど、ありがとうございます。あ、そしてあの大会直前の強化試合阪神タイガース戦で膝をついてのホームランは日本中に衝撃を与えました。どういった感触だったでしょうか。今回あのチームの都合で侍ジャパンの合流を遅れましたので、とにかくチームに早く溶け込みたいという、チームメイトと膝と膝を突き合わせて、意思疎通を図りたいなと思っていたら、たまたまあの時バッターボックスの中で、膝と地面を突き合わせちゃって、気づいたらホームラン打ってたなという感じでした。まあ、今度はそうですね、自分の膝と膝を突き合わせてそれでホームラン打ってたらまた何か違うメッセージが送れるかなと、そう思ってますし、まあ、とにかく僕は言葉で何かを伝えるって言葉で引っ張っていくタイプの選手ではないので、まあ、自分のプレーと、そして自分のパフォーマンス、はい、それでみんなを引っ張っていこうと、ずっと思ってたので、だからこそペッパーミルのパフォーマンスには相当力を入れました。やっぱりそこなんですね、お前さんね。 ありがとうございます。もう故障なくなるんでやめてくださいね。まあ、ホームランといえばオーストラリア戦では初回 WBC 第1号ホームラン、さらに自らの看板直撃のホームランでしたね。自分でもまさか自分の看板に当たると思わなかったので、あれこそまさに自打球です。なるほど。お上手ですね。あの今回同じくメジャーリーガーのヌートバー選手が大活躍でしたが、大谷さんから見た彼はどんなプレイヤーでしょうか。ヌートバー選手はとにかく走攻守揃ったもう一流プレイヤーで、まあ、中でも人柄も素晴らしいし、で今回デッドボールを、もらった試合がありまして、あ、はい、
その試合のヒーローインタビューではちょうど凝ってたところにボールが来て、うん、凝りが取れたという、うん、あのアメリカンジョークには痺れましたね。そうですね。もうあれはあのアメリカンジョークは超メジャー級ですね、うん、まあ、そういった意味でヌートバー選手は走攻守ギャグ、うん、4拍子揃った最高のプレーヤーだなと思いました。まあ、ただそのヌートバー選手がもし本当にその背中に凝りを抱えてたとしたら、もしかしたらペッパーミルのやりすぎなのかなと思ってまして。あ、そうですか。結構背筋使うんですよ、こうやって。あ、なるほど。ただ日本の選手の近藤さんや吉田正尚さんなんかは結構バカバカ打ってましたけど、あの塁上で結構やっつけでやってるんですよね、はあ、こうやってやらせて、はあ、僕らメジャー選手はしっかり腰を添えて、はあ、背筋使うんですよね、結構ね、はあ、ただ僕の場合はですね、日頃から筋力トレーニングで背筋を鍛えてまして、あのデッドリフトといってですね、はい、バーベル持ち上げるんですけど、僕は265キロいつも持ち上げてるんで、はい、なので僕は全然ペッパーミルどんだけやっても凝らないです。なるほど。なのでまあデッドボールはない方がいいかなと思います。あ、なるほど、結論はそこですね、はい、あ、なるほど。では同じくダルビッシュ選手についてはいかがでしょうか。ダルビッシュさんはとにかく本当今回30人をまとめていただきまして、本当ダルさんのおかげでチームが一つになったと。ですから僕らとしてはとにかくダルビッシュさんを手ぶらで返すわけにいかないと、はい、その思いのだけで大会をやり抜きました。なるほど。大会後にダルビッシュ選手とはお話しされましたか。はい、話しました。何も言えねえって言ってました。それどこかで聞いたくれるんですよね。ちょっと懐かしさが込み上げてますけど。それ冗談なんですけど。あ、大丈夫です。それから大会中にダルビッシュさんが、うん、野球でミスしたり野球の試合で負けたくらいで落ち込むことはないと、大事なのは自分の人生だからと、うん、あの言葉にはもうチーム全員関係者本当に心に刺さりましたね。なるほど。今回の WBC で大谷の大谷による大谷のための WBC と韓国メディアが報じたそうですが。そうですね、まあはっきり言って WBC ってアメリカによるアメリカビジネスのための WBC なんです。あ、はい、まあこれはメジャーリーグが取材してるのでしょうがないんですけどね。ですからこれはとにかく、まあ、今回も1次ラウンドが日本ラウンドで、決勝ラウンドアメリカ行くと、この時差ボケを乗り越えての準決勝決勝本当に大変でした、はい、なので僕としてはとにかく日本による日本の WBC を実現してもらうために、はい、まあ、今回も現に1次ラウンド東京ラウンドは読売新聞さんが、主催に入ってました。あ、はい、ですのでどうか東京新聞さんもここは一つ読売新聞さんと仲良くなって、いやもういっそのこと毎日新聞、朝日新聞、産経新聞、日経新聞と、もう日本の新聞社が一枚岩になって、侍ジャパンならぬ侍新聞社として、日本主催のWBC をやってもらいたいなと思ってます。なるほど。なんか戦前を彷彿させますね、その辺はね。ではその日本ラウンド WBC 韓国戦の視聴率が 41%、 ちなみに昨年の紅白歌合戦が 35% でしたから、大晦日の国民的番組を超えましたよね。まあ多くの人に見てもらえて本当嬉しいんですが、まあ、ただ一つ岸田総理大臣の支持率を超えちゃったのはちょっと国民の皆さんが忖度してなかったのかなと少し思いました。あ、なるほど。大会前、チーム全員で焼肉を食べに行ったことが報道されていましたが、大会期間中など食事の管理、なんか大変でしたか。そうですね、まあ、基本的には管理してもらっているシェフの食べてるんですが、まあ、僕としては、気持ちとしては特に1次リーグなんかはまずは中華料理を食べて、うん、あ、対中国戦ですね。それから焼肉食べて、あ、対韓国戦。それからオージービーフ食べて、あ、オーストラリア戦。そしてチョコを食べたいなと思ってました。チョコ、なるほど、チェコだけにチョコなんですね。そうそう、なるほど、はいはいはい、ありがとうございます。はい、大谷さん、今侍ジャパンフィーバーで経済効果がすごいことになってますよね。そうですね、ユニフォームやグッズが売れるのも嬉しいですし、何よりもペッパーミルが売れてるそうで、なかなか光を浴びないかっぱ橋商店街がとても今にぎわってるそうで、あ、なるほど。まあペッパーミルがもし日本経済を救うんだったら、これ以上嬉しいことはないですね。あ、なるほど。WBC での感動秘話などあったら教えていただけませんか。そうですね、いっぱいありましたけど、やっぱり佐々木朗希投手がチェコの選手にデッドボールを当ててしまいまして、はい、まあ、後日お詫びついでに、両手いっぱいに
お菓子を持って謝罪に行ったと、うん、まあ何のお菓子かは定かになってないんですけど、うん、僕もネットニュース見てあの写真拡大したんですね、はい、そしたらロッテコアラのマーチでした。さすがやっぱ朗希選手は千葉ロッテですから、しかもロッテコアラのマーチ、うん、その日チェコの選手たちはオーストラリアと試合する日だったんですよ。そこでコアラのマーチかと思って、やっぱり佐々木朗希投手のセンスを感じましたね。なるほど、オーストラリアだけにコアラと、はあ、まあそう考えると、もし佐々木朗希投手が仮にヤクルトの選手だったらどうなんだろうって考えたら、はい、きっとなかなか手に入らないヤクルト戦を、うん、もう山盛り持って行ってたのかなとか、うん、はい、まあもし朗希選手が日本ハムの選手だったら、きっとソーセージをたくさん持ってチェコの選手の子行ったりとか、まあ、もし朗希選手がジャイアンツだったら、はい、きっと読売新聞1年分持ってって多分迷惑がられるのかなとか、いやそこはちょっと、まあ、もし楽天イーグルスだったら、きっと三木谷社長が大盤振る舞いで、100万ポイントぐらい楽天ポイント100万ポイントぐらい贈呈してたかもしれないですね。なるほど、はい、あの大谷さん、最後にあの間もなくメジャーリーグ開幕ですが、ファンの皆様に一言お願いいたします。さっきも言いましたけど、とにかく僕は言葉でどうこう言うようなタイプの選手じゃありませんので、しっかりとメジャー開幕に向けて、体調整えて、とにかくしっかりとしたパフォーマンスを見せていければいいかなと思います。ブラボー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 。意外と右派な大谷先生でした。本日は長い時間ありがとうございました。ヒットスコイ。